はい、今日はトミカのコレクションの中からちょっと気になってるものを一つ開けていきたいと思います。これだね、スバルフォレスター黄色、非売品です。これは大阪トミカ博のアトラクションの景品なのかな。で、これはつい最近ヤフオクで買いました。で、なんで買ったかっていうと、でトミカの公式ホームページにも出てる内容で、トミカ景品スバルフォレスター黄色使用の誤りによるお知らせだね。で、内容を見ていくと、エンブレムの印刷のミスがあるのかな。で、対象の商品がフォレスターの黄色と緑だね。で、使用の誤りって書いてあるところにエンブレムの間違いがこちらね。このスバルの星のマークが上下逆さになってるのかな。こっちが間違いで、こっちが正しい方です。で、実際ヤフオクの方でこれ買ってみました。で、結構もうこれ値段上がってるね。で、ヤフオクだとだいたい1500円とか、まあ、2000円弱ぐらいなのかな。じゃあ早速開けてみてエンブレム確認してみたいと思います。で、ヤフオクで買ったら結構しっかりクリアケースに入れてくれてるね。なかなかいいね。で、どんな感じになってるのかな。で、今回のトミカ博 in 大阪2018は行けなかったから、まあね、ヤフオクで買うしかないよね。はい。じゃあ早速エンブレムのところフロント見てみようかな。さあ、どうかな。エンブレムの、さあね、大きい星のマークが下にあるね。ここだね。まあ、これはこれでなんか普通のエンブレムっぽいよね。まあ、スバルのファンには怒られるけどね。で、リアの方もさあね、よく見ると大きい星が下の方になってね。ちょっと見づらいから見えるかな。でも、こうやってパッと見たら気づかないよね。でもう一回公式のホームページの方を見ると、そうね、さっきのエンブレムこんな感じになってたよね。で、正しくはこの大きい星が左上にあるんだね。もう一回見てみようかな。で、確認してみるとやっぱりホームページ通りになってるね。で、フォレスター自体の車体は、まあ、ドアも開いたりしないけど、まあ、後ろのゲートが開くのかな。で、まあ、サスペンションが普通についてるね。はい。で、車体の裏を見るとタカラトミーのナンバー112スバルフォレスター2013だね、がベースになってるんだね。で、エンブレムが違うって言われなければ分かんないね。普通のベーシックトミカップに見えるね。で、こんな感じでたくさん非売品のトミカとか限定トミカ系開けてないのいっぱいあるんだよね。コレクションの中を一つ一つ開けて今度も見ていこうと思います。また何か気になるのがあったらコメントの方でこれ開けてとかってコメントいただければと思います。じゃあ今日はおしまいです。バイバーイ。